お疲れ様です。クロスのりです。ナスです。よいしょー、はい。はい。皆さん、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2024年も、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。すみません、はい。ちょっと投稿だいぶ空いてしまいまして。はい。はい。まあ、今日の企画なんですけど、はい、J リーグの移籍市場がもうすごく賑わってるので、はい、どういう移籍があったのかっていうのを、うんうん、見ながらも、まあ、チームによって、はい、多分目標が違うと思うんですよ。うん、神戸だったら、まあ、優勝。周りの人は優勝。うん、ただ、岩田とか、はい、だったら、それやっぱ残留とか。はい、まあそういった各チーム目標に対してその補強がどうだったのかっていうのを、うん、まあ5段階評価、うん、S A B C D、はい、S A B C D までね、はい、まあちょっとねもう我々なりに採点できればなというふうに思っております。はい、はいはい、まずこのチャンネルはですね、うん、まあ、J リーグの情報であったりとか、はい、そういったアビスパ福岡の情報を発信するチャンネルになっておりますので、はい、皆さんよろしければチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃ早速いきましょう。まず、はい、1チーム目、はい、あ、じゃあ今日はね4チームでやっていって、うん、まあできれば5回に分けていければなっていう、毎回4チームごとね、はい、まあ、ちょっとまだ我々アビスパはちょっとね動きが浅いっていうのもあって、一旦ちょっとスキップという形でね、本当、まあ、ちょっと撮影のタイミングによってはまだあるでしょみたいなのもあるんで、ね、まあ、ある程度移籍固まったんじゃないかなっていうところからやっていこうと思いますけど、ね、うん、はい、はい、まず一チーム目は、うん、湘南ベルマーレ、はい、じゃあまず湘南ベルマーレインアウトですね、はい、一旦全部お見せいただきたい、見ていただきたいと思います。こんな感じです。ドン、はい、移籍が多いチーム少ないチームあると思うんですけど、うん、まあ中間ぐらいじゃないかな、ね、多すぎず、うん、まあ少なすぎず、うんうん、注目のところからいきたいと思う。なんか注目のところいますか。まあちょっとインアウト両方追って、まあアウトはね、うん、もちろん大橋選手はね、そうね、ずっと狙われとったけどね、ここは仕方ないなっていうところがあり、うん、インでいくとまあちょっと我々アビスパからルキアン。ルキアンね。まあ、うん、ルキアン。まあ、タリックが、はい、まあ、契約満了でね、うん、したっていうところもあるんで、まあ、外国人フォワードと、まあ、あと大橋選手もさっき出てたからね、はい、うん、まあ、ストライカー補強っていう意味でやっぱルキアン。そう、ちょっと予想外やったね、ここはね。意外なところから取られたなってあったね。うん、まあ、ずっとね、タリックやったり、ウェリントンやって、こう誰かいるようなイメージ、まあ、外人じゃないけど、マシの選手がおったりとかって、そうね、一人ポンっておるイメージが湘南はやっぱあるけん。で、あとはキム・ミンテ鹿島から移籍、はい、鈴木優斗、はい、岩田から新加入ですね、はい、まあ、この辺が特に一番大きいね、ところかなと、ね、即戦力ね、今鈴木優斗、うん、いい選手なのね、これはちょっと欲しいと思ったけど ね、 ね、そうそうそう、 J 見てた人は多分どのチームも欲しがったんじゃないですか、うん、まあ、ここ岩田からよく強奪した、ね、で、ベルマーレ意外と強奪っていうワードがピンとくるぐらい、ルキア、鈴木優斗、うん、まあ、キム・ミンテ、2人とも空きやったわけじゃないけどね、全然そうね。でもその回抜けたで言うと、さっき言った大橋、うん、中野義弘、はい、石原、はい、まあ、この辺りはやっぱこうスタメンクラスでも、うん、まあ、移籍っていう形なんで、はい、うん、まあ、抜かれてもおるね、しっかり、ね、取って抜かれてるから、うん、なんか割とトントンなのか、ね、まあ、ただ大橋の穴が大きすぎるけん、はい、そこが鈴木優とルキアンで埋まるのかみたいなところがちょっと未知数かなと、ね、はい、じゃあ評価を入れたいと思いますけど、はい、湘南ベルマーレ、はい、B 判定、 B 判定、まあまあまあ、まあ、ちょっとここは私から総評を決めさせてもらうんですけども、はい、うん、まあ、やっぱさっき言った通り大橋の穴がちょっとやっぱ大きすぎると、正直で、まあ、ルキアン、キム・ミンテ、うん、鈴木優斗と、まあまあ結構実力者取ったとはいえ、うん、まあ埋まるのかなーっていうところの、うん、あったんで、うん、正直そこが、まあ、A、うん、S にはならなかったかなっていう、うん、ただ、まあ、昨年と比べると、うん、まあ、ちょっと現状維持ぐらいの戦力なんで、うん、まあ、B、まあ、B が現状維持やろうね、大体ね、うん、はい、はい、まあ、以上が湘南ベルマーレ、はい、じゃあ2チーム目いきたいと思います。2チーム目は決戦神戸、そこはちょっとね、まあ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 、もう皆さん、まあ、連日 ね、 うね、まあ、こう SNS で騒がれてる決戦神戸、まあ、ヴィッセル神戸の移籍こんな感じでドン、やりすぎよこれはもう、チンピラまあチンピラやりすぎよもう本当に、まあ、ツイッターでもあったけど、まあ、2チーム作れる、うん、まあ、そのぐらい本当確かに、 にお世辞抜きにしても、うん、強い強い、神戸は強い、これカップ戦も取りに来てもね本当にね、
と、うん、まずアウトを回復すると、はい、主力の主力はそんな抜けてないと、ぶっちゃけ、うん、大崎ぐらいかな、よく出てたとこで言うと大崎ぐらいなのかな、ね、うん、まあ泉選手とかもちらほら見たけど、うん、まあ主力のど真ん中には多分いなかったかなと思うんで、うで言うとあとインがもう主力級の選手がめちゃくちゃ来てる、はい、J リーグの主役みたいな人いっぱい来てて、はいはい、うん、岩波、まあ復帰やね、うん、で桑崎、はい、フォワード宮代、うん、ディフェンス広瀬、はい、ゴールキーパー OB で本間ジャスティン、はい、まあ、ちょっと俺よく知らんけど、うん、代表多分世代別代表入ってたりとかするし、うんうんうん、多分なんか日本代表のトレーニングパートナーついていくぐらいは将来有望株、はい、で井出口、はい、井出口やられましたね、うん、でも俺はだいぶ前から入り口予想しとったよ、うん、もうずっとやったよね、斎藤美月がやっぱ怪我して、はい、ただ ACL があると、うん、入り口しかなかった、まあ、正直、まあ、あと金銭的にもね、そのセルティックにね支払えるやろうし ねっていう話だって、神戸やったら、まあ、ただやっぱミスる狙うとこちゃんと狙ってましたね、まあ本当に今言った選手どれが注目かで全部注目だね、全員割と主力で出てた、うん、ところをちゃんと引き抜いてきてる、すごいね、はい、じゃあ、はい、ヴィッセル神戸の評価をお伺いしたいと思います、はい、評価は S です、はい、これが S じゃなかったらどこも S ないやろってぐらいの、まあ去年の戦力で優勝する、うん、でほぼ抜けてない、はい、さらに取る、これは S だと、えぐいね、誰か出たらちょっと話は別だけど、うん、まあ、抜けてないんで、これすごいね、これスタメン争い、えぐいって、ちょっとやっぱ帝国が出来上がりつつある、うん、これトレーニングとかさ、もうその紅白戦だけでも激アツやろね、これマジでめっちゃおもろいぞ、見に行くのが ね、はい、まあ以上になっております、はい、はい、じゃあ次行きたいと思います、はい、続いては、うん、昇格組のジュビル・ラタ、はい、はい、ジュビル・ラタかなり遺跡が多いので出していきましょう、こんなんですと、はい、はい、うん、こんな感じになっておりますけども、今年昇格して、はい、まあ、こんだけやっぱ加入があると、うん、本気度が高いそうね、しかもね、もう移籍できんやったりね、あの補強できんやったりね、そうね、ここでグワーっていったらっていうところですけど、ね、うん、まずじゃあアウトからいきたいと思うんですけど、はい、アウトでいうと、まあ、遠藤選手引退という、はい、大津選手もね、ね、引退という大津選手と、で、まあ、ちょっと主力の話とかですると、うん、梶川選手が鹿島に行ったりとか、はい、まあ、鈴木優斗選手が湘南、うん、さっき言った湘南に行ったりとか、うんうん、まあ、フォワード後藤選手がアンデルレヒト行ったりとか、それはでかいね、割と結構主力どころは抜けてるのは抜けてる、うんうん、ただインの方、まあ、一旦見てみると、はい、ミトリザ、中村俊、はい、これいい補強よ、これね、よく取ったね、本当にもうずっとアビスパから抜かれてる話ばっかやけど今のとこ、うんうんうん、まあ、中村俊はいい選手ですよ、取ったね、あ、うん、まあ、ジュビロからしたらいい補強じゃないかなと思いますけど、うんうん、ね、でゴールキーパーも、まあ、あの梶川選手抜けたんですけど、坪井選手を神戸から、まあ、期限付きで借りてますし、うんうん、熊本から平川、いやこれもでかいぞ、本当にこれもまあだいぶ噂あったしね、 J1、うんうん、だいぶ噂 J1 あった中で岩田が確保したっていうところは、う、ね、うん、もう熊本のね、去年 の、 あのカップ戦の躍進を支えた、うん、もう立役者なんで、うん、間違いなくうまいとね、東京行くかなとかと思ったけど ね、うん、まあいい選手取りましたね、はい、でちょっとまだその不確定なのが、うん、まあ、新加入のブラジル人4選手です、ね、はいはいはい、ここがからんすぎる、もうちょっと全く分かんないというところなんで、うん、まあ、これが今回の評価にはちょっとこう差し障る部分なのかなとは思いますけど、うんうん、まあ、で、あとフォワードの石田選手ですよ、はい、オーパーハナシチズン韓国から来た選手なんですけど、うん、まあ、経歴しかちらっと見てないけど、まあ、韓国でまあまあ点取ってる日本人みたいで、うん、顔はマジで韓国人みたいで、へ、まあ、でもここも当たれば面白いんじゃないかなと思ってますけど、はいはい、まあ、ちょっと面白いですね、ちょっとまだ分かんない選手がいっぱいおるけど、ね、こう面白いね、始まってみて、ちょっと不確定なところは少しあるかなと思うんですけど、ジャジュビル岩田ですね、はい、評価を下していきたいと思います、はい、評価は B 評価、はい、まあ、これも真ん中ですね、厳しめの評価なんですけど、厳しいね、うん、まあ、ちょっと言わせていただきます、はい、理由を述べさせてもらいますと、うん、まあ、ちょっとさっき言った通り不確定要素がちょっと多い、そうね、そこはでかいね、うん、なんか、まあ、中村俊も取れたりとか、うん、平川選手、まあ、実力者は高畑選手取ってるんですけど、うん、まあ、ただそのこの外国人4名がいかんせんどうなるか分からないので、う、ね、うん、これ次第だと、これがもし仮に4分の0だった場合が、うん、ちょっと地味に見えちゃうのかな、まあ、そうね、確かに、うん、大型っていう大型はまだできてないないよね、はね、うん、まあ、さっき言った鈴木優斗抜けたり後藤抜けたりとか、うん、
まあ、この穴を埋めるレベルで一旦は落ち着いちゃうのかな。そうですね、うん、はい、となっております、はい、最後、はい、4チーム目はサンフレッチェ広島。広島まあまあちょっとここまた面白いので見ていきましょう、はい、こんな感じですと、うん、いやもう激少ない少ない多分 J1 でも最少ないぐらいの感じですね、うんはいうん、もう見たらすぐ終わるぐらい、まあ、しかもアウトに関して言うと期限付きで3人出ていって、ね、引退2人なんで、うん、実質の放出はゼロ。ほぼ出てないね。もう本当にちょっともう若手を、ねそうね、修行に行かせてみたいな感じだね。でインのところで言うと復帰が2名と、うんはいまあ、新加入が本当に2人ぐらいと、そうね、とは期限付きで1人が3人ぐらいなほぼないね。いや本当に、いやでも広島らしいっちゃんね、この辺が。いやそうなんよね。で広島のことで言うと順位で言うと去年3位になって、はいはいまあ、正直さっきの神戸と一緒で、うん、もう現存の戦力にはこう何の問題もないと、うん、いうところで言うと主力は誰も出ていない、うん、これがもうまず評価高い、うん、っていうことはやっぱそう、ね、普通に考えたら、うんまあ、順位が1、2、3位のチームって出らんければ来年もほぼ同じサッカーができます、うん、それに足りないところをプラスできたら美味しいって話で、ねうん、で言うとやっぱサンフレッチェ大橋選手取ってますか。いやー大型も大型やね。やっぱ去年の J で日本人フォワードにブレイクしてみて大橋、うん、やっぱ山西ぐらいじゃない、うんうん、あの新しくブレイクした選手で、はい、その後ろ1枚をまあちょっと割って取れたっていうのは、うんポイントでかいかなでかいね、うん、あとサンフレッチ去年2023年シーズンは得点が少なかったんですよね、うんはいまあ、1位ビッセルが60、うんまあ、2位マリノスが63、うん、で3位のサンフレッチが42まで減る、やっぱり課題というのはあの得点力だったっていうことを考えたら大橋、うん、やっぱりこうサンフレッチェのらしい日本人の選手も増えてきたので、うんうんまあ、かなり得点力が期待できるかなと、うん、しかもね大学で一緒やったって言ったしね。そうね大橋選手と加藤選手が多分縦関係やったのかなっていう感じだったけど絶対おもろいと思う。今の戦力三つだと川さんだけで、うん、ちょっと魅力的ないや面白いと思うは描けるかなと思います、うん、はいじゃあ評価をしたいと思います、はい、サンフレッチェ評価もサンフレッチェ広島の評価は、はい、A 判定です。まあ厳しめに出てますと、はいはいまあ、S 上げてもちょっといいかなって気もしたけど、うん、やっぱりさっき言ったトップ陣と20得点近くシーズン違うのに対して、うんうん、ちょっと大橋一人では賄いきれないかなっていうイメージ感じだ、うんうんうん、何があるか分かんないけど、まあ、そこでプラス10、ね、2桁は決める選手で、いやまあプラス10ぐらい入ってで50そうだ、ね、まあもうあと10いるんで、うんうんって考えたら、まあもう1枚ぐらい目玉の補強があってもよかったのかな。うんうんうん、特殊ね。まあ特殊やね。やっぱこれ上位チームでこんな動きってあんまないと思っちゃうね。ただやっぱ S にするならもう一個、うん、うわっっていうのが、そうね、これはやばいなみたいなのが欲しかったなっていう、うん、気はしての A。はい。まあまあでも今年も多分もうこれ上位に絡むの間違いない。まあまあまあもうこれは強いけどね。そうね、うん、ありますんで。はい、はい、というところになっております、はい皆さんいかがだったでしょうか、はいまあ、ちょっとこれはこうだろうみたいなのが、うんうんうんまあ、コメントもらえたらと思います。お願いします、まあ、今年も神戸強いというところなので、はいまあ、皆さん、神戸をぜひ倒しましょう。はい、はい長い動画ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。